2023年1月20日、5チャンネルにこんなスレが立った。だから女性は、子供を産まないという選択をせざるを得ない。日本の男女格差が世界最悪レベルにある根本原因。産みにくい世の中、早速スレを見ていこう。日本では依然として、一家の主要な稼ぎ手は男性です。時代が変わっても、男性には、お金を稼がなければ、というプレッシャーがのしかかっています。一方で、家族を養うだけの収入を得られない男性も増えています。日本の男性がそうしたジェンダー的プレッシャーから逃れるには、どうすればいいのでしょうか。まず、男性が一人で家計を支えなくてもいいという考え方を受け入れてくれるパートナーを探す必要があります。稼ぐというタスクを共有してくれるパートナーです。そもそも、一人の収入で家計を賄えるような社会を有しているのは、一部の資本主義経済の国々に過ぎません。もはや家計を単独で支えられる時代ではなく、それをパートナーに強いたりパートナーから強いられたりすべきではない、と認識する必要があります。つまり、生活費を稼ぐことは両者が負うべき責任であり、ひいては他の世帯員も共有すべきことだという理解が必要です。そうすれば、家事や育児など、仕事以外の世界で共有することも増え、男性も女性も自由を手にできます。日本には、収入格差をはじめ、多くの点で、今も大きな男女格差が残っています。例えば、女性を採用しない言い訳として、女性は家で子育てに専念したいものだ、女性は主婦になりたいものだ、といった理由を挙げる男性上司もいるでしょう。企業における男女格差を解消するための法制化が重要なのは言うまでもありませんが、日本では往々にして、法改正や法制化には至らない、行為、や、取り決め、の下で物事が進むように見えます。そうしたやり方では、多様性、など、一筋縄では実現できない社会変革を起こすことはできません。産みたくないから産まないのであって産みたかったら、どんな奇弁やへりくつ使っても産むだろ。何もわかってない。男女平等になったら扶養も依存もなくなる。女が自立する。女が自立すると結婚する理由がなくなって結婚しなくなる子供がもっと減る。外しまくってるのに文章だけは長くてご苦労なことだわ。一人親でも普通に育児できる環境を国が整えればいいだけ。片親パンなんて言語道断だよね。今の日本で子供を産んで、子供が老人になって死ぬまでを想像すると概ね不幸しかないだろ。未来の明るい展望見せろやおい政治家。日本の女は専業主婦思考だから仕方ない。こういうやつが教団尊女卑なんだよな。事実だろ。社会で活躍したいと思ってる上昇志向の女性は少数派。年収1000万超えてるけどもっと欲しい。でも別に上昇したくもないし社会で活躍したくもない。楽して稼ぎたい。そんなん男も女も関係ない。まずは妻が夫の財布を握るのを止めてみては？な、世界中でそんな国、主要国じゃないからな。韓国も日本と同じ。日本が残した最も悪しき習慣、だそうだ。被害者ビジネスが流行りすぎたのが真の原因。これ、男の給料を2倍にしたら？今でも80万ぐらい稼げる IT 企業、あるだろ。ほとんど家に帰れんで大変だが。文化を言い訳にすんなと言われても、結局は本音と建前が分かれて社会が分断されてさらに非婚化するだけだぞ。出産しない話を使ってフェミ活動に利用してるだけだった。アホくさい。多分お金があっても産まない。産まなくても許される社会だから自分の好きに生きたい。そしてやっぱり産みたいと思った頃には出産的齢期過ぎてるというね。子供時から欲しくなかったから変わらないかな。一般論だよ。子供育てられるなと思う貯蓄ができた頃には30代後半行っちゃう。貯金以外に、あとは老いもあるかな。能力上がるうちは、自分がどこまでやれるか試してみたい、と思ってたやつも、能力下がるようになったら自分自身じゃもう先が見えてる。だから尻すぼみの自分から目をそらせる、未来、の象徴が欲しくなる。ジェンダーレスの意識改革というなら、女性が男性を養うとか女性が弱者男性を助けるとか女性が男性に対する役割を増やすとか、女性にも求められるし、その結果男性が労働から女性を養う守るというジェンダーから解放され重荷から解放される。ジェンダーレスとか一の言うことは不可能なこと。強者男と女のジェンダーレスだろ？弱者男はその対象に行ってない、動物愛護の中にゴキブリが含まれないのと同じ。ジェンダーレスは無理ということだな。可能、女性の権利を拡張して強者男との間を埋めればいいだけ。男性はブスも保護するから実質弱者男性に当てはまるような女性はいないし、これが性差なのでジェンダーレスは無理。それは単なる生物的な性差なのでジェンダーレスとは無関係、ジェンダーレスは可能。ジェンダー論家出す女性は生物的な性差なんて、体以外に認めず何でもかんでも文化と社会構造が、作ったものだから破壊すべきってやってるぞ。弱者男が必要とされないのは生物的なものだから問題なし。30過ぎたババアが必要とされないのも生物学的に問題なしだな。子供が産みにくいという点ではその通り、その代わり子供を育てたり、子供がいなくても地域のコミュニティを作る人は意味がある。あ、またこんなこと言ってる。考え方めちゃくちゃ古いな。
アメリカは地方分散でしょ。中国も地方分散でしょ。日本を追い越そうとしているドイツも地方分散でしょ。日本は東京一極集中。日本が停滞しているのも少子化が加速しているのも、地価がクソ高いところに人を集めすぎたから、アメリカにいてわかんないのかね。一極集中は是正されるべきだけど、地方分権が進んでる国も高齢化には勝てなかった。アメリカでさえも白人は高齢化して順延、現代病だから仕方ないんだよ。地球温暖化とか SDGs とか言ってるんだから、人口減少はむしろ好ましいことだろ。先進国として人口減少を達成しましたと、胸を張ればいい。ほんとそう思う。俺の上司、年収1400万なのに財布は専業主婦の奥さんに握られて、自分は小遣いせいで月5万円って泣いてたぞ。子供2人以上いたらまあまあもらってるんじゃね。そんな高級なら子供も中学受験させてたり高い塾に行ってる。男女格差なんてないし、今時のお父さんは育児してる。嘘ばっかり書いてこれ以上に日本を破壊したいのか？ヒダとかいうやつは。男は子供産めないじゃん。むしろ男の育休が不要なんだよな。男の育休って結局男女の不公平感をごまかすために苦し紛れで推進した感じでしょ。なんで？地方分散して家族で支え合う社会に戻せば旦那は仕事に集中できるじゃない。毎日毎日ネットやテレビの女尊男卑弱者男性叩きのプロパガンダ見てたら結婚なんてしたくないししても地獄。ダメ親父とか昔から結婚は悪夢だって刷り込まれてからな。あれ強烈だよな。男尊女卑とか、社会が成人女性を低く扱うのは、男性が女性にコンプレックスを持ってるためだろう。小学生や中学生では女性の方が社会化が早く、口も達者だから口論しても勝てる。その時期に劣等感が育つんだろう。スマホで揉めて小学生の娘に殺されるニュースを見たら、誰も結婚して子供を産もうと思わなくなるな。それは少ないケースだけど、子持ちの方が子持ちにも辛辣で、国にも他人にも、夫とその家族を死ね死ねって一番言ってそう。ツイッターすげーは、悪口書きたさに嫌いな人と関わってるんかな。女は残業しない、出世欲ない、リーダー意識ない、そんな連中の給料をなぜ上げられると？夫が子供の送り迎えをしたいでやってくれて妻の出張転勤を快諾してくれるなら変わるかな。せっかく主戦力に育った女性が結婚すると残業できない出張はちょっと。挙句の果てに夫の転勤についていくために退職。転勤とかほんまクソやん。家買った途端にやったりするだろ。そんなんで育児とかできるか？小学生以下の子供がいたら転勤禁止とかにした方がいいくらいだわ。独身は圧力かけるとささっと辞めることできるし、妻子持ちの男性は転職にも妻は締め家族と相談とかあるし、会社も操作しやすい妻子持ちの足元見てくるからね。不都合な真実、男女格差がえげつない国の方が出生率高い。生物の本能的には男女格差があって当たり前なんだよな。それを歪んだ平等で埋めようとするからおかしなことになる。男でも体格のいいやつと弱いやつで性格が変わる。女でも容姿のいいやつとそうでないやつで性格が変わる。つまり体は精神に影響があるのは当然なのに、男女で差はないってありえないんだよね。能力だけじゃなくて物事の捉え方自体が男女で全く違う。氷河期世代、3500万人、Z 世代、1100万人。完全に積んでるよな。Z 世代が奇跡の出生率2以上叩き出したところで絶対数が少なすぎて焼け石に水、SF 的な高齢化や寿命延長で生産人口維持する、なんて話の方がまだ現実味を感じられるわな。8時、18時を、10時、16時にするだけで、子供増えると思うぞ。だから日本は無理、ノルウェーとか午後3時に帰って年収2000万、午後5時には家族揃って夕飯の支度。それでもノルウェーの出生率 1.48 で下がり続けてるんだよな。らしいね。若い子は子供産まなくなってきてんかもね。数年前の雰囲気しかわからんけども3人の子持ちとか普通にたくさんいるように見えたな。日本人女性は体力ないから欧米とは同じにはいかないよ。米軍公式チャンネルとか見るとエイリアン2に出てきたバスケスみたいなのが普通にいて笑う。日本だと神種みたいなのが大勢いる感じか。あっちの人と生活してみてわかったけど根本的に違いすぎる。同じ人間でも別物と考えた方がいい。教育費が一番のネックだな。みんな自分が受けた教育レベルかそれ以上の教育を子供に受けさせたいと思うが、それだけの稼ぎがないから結婚や出産を諦めてる。これからは自分らがやってきたのと同じ教育じゃ足りないからね。30年前より給料は減って預金金利も下がり税金物価は上がってるのだから無理ゲー。格差があったから、女は結婚して子供産んだけど、格差なくしたら産むことはないし、結婚もしないよ。格差があるから女は男を頼るしかなく男は優位性から来る自信で口説けた。社会が成熟してくると当然そういう状態は解消され平等化してくるが、自信をなくした男とそこの部分のリスクは取ろうとしない女が大量に敗れてる。そもそも結婚戦でも別にいい社会ならしない奴が増えるのは当然なんだな。そうそう、別に日本人男性が昔より装飾家とかインチャ化したわけではない。ジジイたち見れば一目瞭然だが、まず人の話は聞かないし、好き勝手やってきてる。今の時代なら間違いなくコミュ障と認定されるだろうね。中絶殺人を禁止しましょう。強制しましょう。強制社会にしましょう。
男女交際自体が減って男女ともに二次元オタクばっかりになりそう。実際、男女ともに未経験率が増加し続けてるし陰キャ化が進んでるのは確か。少子化とかどうでもいいから女性には皆経済的に自立することをおすすめする。経済的に余裕があると選択肢が増える。生活に潤いを肌に輝きを心に豊かさをくれる。多くの不安は金で解決する。金で若さは買えないんだよな。そして若さとは抽象的なものでなく、繁殖能力に直結してる。年取ってから血の繋がった子供は手に入らんのよ。自分自身で努力して手に入れた経済的自由と血の繋がった子供で、どちらの比重が大きいかということでしょう。男女格差の縮まりと少子化にははっきりした相関関係があるのに、格差のせいで子供が生まれないという見方は間違っているな。以前は男尊女卑で子供が生まれていた。これが男女平等に近づくと少子化になる。再び子供を増やそうとするなら女尊男卑にするしかない。そりゃちょっと違うんだよ。自分より収入の低い男性と結婚したくない。という女性の意識が少子化をもたらしている。女性側がしっかり自分が稼いで家庭を支えるんだという風になればいいだけ。男性が稼いで家庭を支えるべきという女性の中にある男尊女卑の考えをぶっ壊さないといけない。それは違う。女が子供を育てるにはやはり仕事をせずに男が稼ぐことが必要。それでそれに見合う男がいないのであれば結婚システムが少子化を促進させている原因。結婚せず子供を産んでも国が夫の代わりをして毎月25万給付すればいい。これで未婚のシングルマザーが増える。今もうそんだけ稼げる男なんていないよ。稼げる男にすればいいっていう視点がないんだよな女は。言ってる意味がわからんだろうけど。ほんとこれな。男って本当に依存体質やな。人に立てて引いてもらえなきゃ自立できない。大人になっても自立できていない幼稚な男が増えたのも少子化の原因か。精神的な低年齢化が原因なんじゃねえかな。20くらいのやつでも中学生みたいな人ばかりに思う。日本人はどの世代でも幼稚な人が多い。結婚しても子供が生まれても自分の大人も多いから平気で不倫したりするし大人になってもアイドルやアニメにハマったりな。女が2馬力で稼ぐようになったらシンプルに旦那いらなくね。家事しないお荷物を抱えてるようなもんだし。これ、2割気で稼いでも、誰かに頼らなきゃ子供は育てられないのでは。お金で解決できることばかりじゃないからね。年収3000万くらいあればフルタイムのナニーとか雇えばいけるかもだけど。だから子供持たない独身女性が増えてるし、なんなら実家屋の親がいるしね。2馬力なら結婚するメリットないしね。メリットか。私は好きな人と結婚して家庭を築くこと自体が幸せだと思うけどね。私は結婚できなかったけど、できれば結婚して子供欲しかったよ。結婚して子供産める相手はたくさんいたと思うがあなたは選ばないよ。そういう誰からも選ばれない弱者が増えてるんよ。女は好物件があっても全部蹴るから、なかなか結婚もできないままアラフォーになる。女は20代後半までは無敵モードのつもりなんだろ。女は究極の原点主義だからな。女というか日本の女か、一つでも気に入らないと全部嫌い。悪口陰口不平不満好きなのも同じメカニズムかな。本当の貧乏国家なら子供は増える。子供は労働力なので、ただ一度裕福になった国家は子育ては趣味になるので趣味にふんだんにお金を使えるようにならんと子供は増えんよ。途上国の方が出生率は高いものね。先進国はみな低い。高くなったという国は移民は生んでいるみたいだけど。男に払ってた給料を減らして女にも分配した結果だろう。どっちも忙しいんだから結婚なんてしない。これで減らしただけだからな。格差だけ増えた。後進国なのに、子たくさんにならないなぞ。後進国は子供を労働力として使うからな。日本みたいに猫も借子も高校や大学に行かせてないから生産性が高い。どちらかを選べ、少子化を改善するために今よりさらに女性優遇を進めるか、それとも少子化はもう諦めるか、二つに一つだ。どんだけ働きたくないんだよ、専業主婦。石油王の娘かなんかか、仕事して金稼げないなら飯食うな。だったら少子化はもう仕方ないと諦めるんだな。増やしたいなら女を優遇するしかない。一夫多妻は全然あり、実際俺らなんて家畜みたいなもんだし、人間牧場みたいに衣食住、管理してもらった方が楽。明治期でさえ一夫多妻に近かった。富豪は愛人作ってたし、とりあえず有能な男が複数の女性に産ませて、優秀な子供を英才教育して家業を盛り立てる。発達なんかは結婚できない方が社会にとってはい。まあ反対するのは女の人だ。それを今できる男がいないんだろう。男が稼げないってのが根本的に問題。渋沢栄一みたいに子供作っても認知してくるのに困らんようにしてたんなら問題ない。男の解消ってやつなんだろ。男の解消は稼ぎだとして女の解消とは？分け合ったり取り合ったりする仕事ばかりじゃないはずなのにね。不思議だわ。国民総生産を食い合うんだから当たり前だろ。働けば働くほど生産増えるわけじゃないんだぞ。まずは10代で子供を産んでから好きなことやれ。国家存続のために当たり前だろ。女性はそれが唯一の存在意義なんだから。親が楽しそうじゃないから子供欲しいなんて気分になれない子が多いんだよ。親も幸せそうな国づくり、していかないと。
このスレ見てると、個人の価値観や思想を延々すり合わせるようが気持ち悪い。他人は自分の思い通りにならないということがよくわかる。喋りたいだけで解決なんて求めてないんだろうけど。匿名掲示板に何求めてんだよ。子供が生まれたら、しばらくは子供の育児に専念したい人もいるからな。育児に専念したい専業主婦を敵視するのは意味がわからない。うちの女性の知人がそう、いい会社に勤めてて本人たちも出産後の再登板を望んでいたが、結局会社辞めちゃった。育児を選んで今は後悔してないそうだ。結婚したけど子供いらないから産んでない。おかげでクソみたいに物価上がってる今も生活レベル下げずになんとかやれてる。今の環境下で子供産むのが対象外みたいな考え何を根拠にできるんか謎すぎる。うちらでもギリギリな今その子供らの将来も親にしか待ってないのに。別にそれでいいと思うけど、いつか足腰立たなくなった時に世話になるのは、あんたら夫婦がレベル下げない暮らしとやらを謳歌してる間、どっかの夫婦がカツカツの暮らしをしながら育て上げた子供なわけで、そこに対する謙虚な気持ちはあって叱るべきかもな。ユタボンなんかもそうだけど、真面目に学校行った人がこの社会を維持してくれてるからこそ自分は好き勝手社会サービスやらなんやらを享受できるわけで、リンクスこそ思考、とか言ってるのはユタボンみたいになってしまう。働いて社会を支えている独身者に重税をかけろって叫ぶのが、産んだだけで全ての義務を果たしたつもりの子持ちだけどな。未来の働き手を育ててるんだから優遇するのは当たり前じゃねえの？独身者の親もそうだったし、独身者も誰かが払った税金で買った教科書で勉強して仕事につけたんだろ？自分も手厚く社会から育ててもらって今があるのに、いざ自分が社会に出たら、子供優遇のために一切の新ゼミを切りたくない、発合量すぎだろ。山ん中で狼にでも育ててもらって就職したとかなら矛盾はないが。だから今税金を納めて子供の時の分を返してるんだろ。大体未来の働き手って親はお国のために子供作ったんか、好きで子供作って税金くれくれはやめろ。欧米だって少子化には悩まされているだろ。つうか、インドみたいに女性の人権無視みたいな国は出生率高いわけで。だからって、女性の人権無視しろって言いたいわけじゃないけどさ、少子化の問題と男女平等とかの問題は次元の違う話で、そういう異次元の話をごっちゃにするから適切な対策が取れないんだわ。インドももう出生率に切ったよ。女が権利主張し始めたからな。女性が社会進出するほど、子育てする時間が取られて子供を産まないだろ。極論を言えば結婚、出産適齢期の女性の就職制限を法律で決まったら、瞬く間に少子化問題が解決する。逆に記事中にあるような女の収入を増やせば、結婚しない選択、結婚しても子供を産まない選択が増えるから少子化はさらに加速する。まさにそれ。クソフェミの言い分に騙されて少子化が加速した。とうとう年80万人を下回ったんだぜ。クソフェミのせいで日本が滅ぶわ。いや、とにかくお前みたいなのがうるさい。年中文句ばっか言ってる。他人に口出しするな。邪魔くさい。そうやって自由だとか抜かして先進国では少子化してるんだろ。現実を見ろよ。男は仕事、女は家庭が一番いい気がするんだけど、それだとダメなの？一番効率よく子育て、出産できるよね？もちろん男の給料を上げるとして。それが一番だと思うよ。でも、女がそれじゃダメなんですと。逆でもいいぞ。多分そう決められるのが嫌なんだろ。男だから、女だから、つってな、本質的には労働者不足だから安い労働者として持ち上げただけなんだけどな、国がな。なお一番増えていたのは軍国主義の時代の模様。基本的に、女に人権がない、状態が一番子供が増えるよな。こういうとフェミが切れるけど事実だからじゃない。男って勝ちないんだね。勝ちないのに種残す意味なくない？勝ちない男は種を今後も残せないからこんなとこで発狂してるんだよ。お前もその勝ちのない男の種を受粉して生まれたんだけどな。ほら勝ちないゴミがすぐ釣れた。いや、私の周りポンポン赤ちゃん産んで3人、4人子供いるの当たり前だけどこれどこの話？そんなミクロの話をされてもさ、実際に出生数減ってんの。女性も外で働きなさい。男性は家事育児もしなさい。男女ともに生きづらい世の中になっててくさ。結婚育児は男女とも選ぶと大変なだけ。女性差別だとか女尊男子だって議論は入りからして不毛なんだよな。脳の作りも体の作りも違うという前提からスタートして、性別が異なる人間が混在する社会の理想的な形を議論をしないと全く建設的じゃない。今は少子化さえ目を見れば男女平等に近い理想社会。もし少子化改善したいなら女性優遇に舵を切るしかない。こないだユニクロが初任給30万に上げたけど、30万ですげーって言われる日本。労働者がもっと減ればいろんなところが上げ出すかもな。大企業が上げたところでな、中小が上がらんとダメなんやわ。僕も昔は自分の血は自分で耐えていいと思ったんだけどね。自分という生命が成り立つ理由はずっとずっと昔生殖する生命になった頃から続く子育てしてきた上で成り立ってるんだと思ったら、たかが俺程度のカスみたいな存在がその大きな流れを断ち切れるわけがないと思い直して結婚して子供を持ったんだわ。不与にかまけて結婚しないし子供を持たない奴らは本当にその覚悟ができてるんかね。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、37分、4秒。
今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。